国立情報学研究所学術コンテンツ課の坂口と申します。私の方からは、科研と、あと新しくできたグラントというサービスについて説明したいと思います。まず、科研なんですけれども、サービスは大きく2つあります。まず、科研の研究課題を探すというものでして、これは、文部科学省及び日本学術振興会が実施する科学研究費助成事業に行われた研究の当初採択時のデータ、研究成果の概要、研究成果報告書及び自己評価報告書を収録したデータベースというところで、簡単に言うと、科研費で採択された、研究課題のデータベースということ、それを探すサービスということになります。で、実際にはどんな画面かと言いますと、今、スライドで表示しているような画面になります。今回は、割と、こういう使い方もできるよという、利用方法についてご紹介したいと思います。具体的には、この下の方に書いてます、この詳細検索といった機能を用いた検索というのをご説明したいと思います。で、科研研究課題を探すでは、きめ細かい条件を検索できますということで、例として、例えば、研究機関が国立調博研究所の2017年度、2021年に採択された基盤研究の課題を調べたいといったときになるんですけれども、そうすると、調べ方としては、トップページの詳細画面を開き、研究種目を参照、クリックします。研究種目の研究、基盤研究といっても A、B、C、S と4つあったりするので、その辺の、そういったすべて、そういったところを、入力するために、この研究種目というところをクリックしますと、以下のような画面がポップアップや別ウィンドウで表示されます。で、そこで、この下の方に書いてある基盤 S、A、B、C とかをチェックして、検索条件の方に、セットとクリックしますと、次の画面、それに戻、えー、えー、戻りいきますけれども、この今チェックしたやつがオア検索で入力されると。いちいち入力しなくてもいいというような、ことがで、えー、ことで、入力で、で、設定、あった検索語を検索できます。同じく研究機関ですとか採択年度についても、こちらの方の、ポップアップ使ってもいいですし、直接入力しても結構なんですが、そういった形で、入力し、して検索しますと、次のような、検索結果画面が表示され、60件ヒットしたことがわかります。ただ、科研の検索機能っていうのはこれだけではなくて、この左側にあるこの絞り込み検索っていうのがまた特徴でして、次にこの絞り込み検索についてご説明したいと思います。検索が画面の左側では数のような絞り込み検索ができるようになっており、さらにきめ細かく絞り込むことができますということで、例えば研究種目、今回基盤研究ということなので、基盤研究 A、B、C、S を検索対象しましたけど、例えば基盤研究 A だけ、の結果絞り込みたい場合は、この基盤研究のところにチェックを入れるとか、研究年度も2017年度か2011年度に絞り込みましたけど、もう少し狭めたいとか、もう一度やり直したいといったときは、このクリアを押すとか、といったような形で、いろんな入力支援ツールなどにより、豊富な絞り検索機能が充実していますので、使っておられる方も多いかと思いますが、こういった使い方もできますので、いろいろな検索方法というのをお試しいただければと思います。で、続いて、科研の研究者を探すというサービス。これが科研の2つ目のサービスになります。で、科研の研究者を探すというサービスなんですけれども、この科研の研究者を探すは、を中心、これは科研の研究課題を探すを中心に、IRDB やサイニーアーティクル、リサーチマップ、JALGDOI などに含まれる情報の一部を利用して研究した研究成果の情報を研究者番号や DOI などから機械的に統合して作成していますというところで、先ほどの科研の研究課題を探すは、研究課題ベースで当然データは作られているんですけれども、そのデータを研究者、
をベースに、再構築した、再構成したっていうようなサービスが、この科研研究者を探すになります。で、具体的にまた、トップページの画面を、お見せしますと、フリーワードの入力部分がありまして、科研の先ほどの研究課題と同じように詳細検索がありまして、研究者の氏名ですとか、研究者番号ですとか、所属機関といった項目でも入力できるんですが、それ以外にというところで、次のスライドに移りまして、詳細検索では先ほどの申し上げました研究者情報以外に、研究課題、その人が採択された研究課題や、その研究成果、課題から生み出された研究成果の情報からも研究者をできると。研究課題情報とか研究成果情報とか、といったところからも、研究者を探すことができるところが、この研究者を探すの大きな特徴になります。で、実際になんですけども、これは実際に研究者詳細画面のページになるんですけれども、研究者の詳細画面では、研究者の基本情報、当然研究者番号、氏名研究者番号を、あとは所属ですね。所属といった基本情報の他に、科研の、採択、科研の研究課題や、あと研究成果ですね。共同研究者の情報を、表示します。下の方にちょっと書いてあるんですけども、研究課題です。あったり、研究成果であったり、タブとして表示されています。で、研究成果については、通常最近の研究科研の報告ですと論文であれば DOI を書きなさいっていうことになってますので、その DOI が入力されていれば当該論文へのリンクが表示されるというようなこともできるようになっております。で、続いて、グランツというサービスについて、ご説明いたします。この研究課題統合検索グランツというサービスなんですけども、国の政策等に基づき研究開発を推進する事業により行われている研究課題について、実施機関や事業の壁を越えて統合的に検索できるサービスです。現在は JST プロジェクトデータベース及び科研に収録されているデータを検索することができます。このグラントなんですけれども、NI が開発したシステムを JST が運用しておりまして、2021年、今年の6月31日、30日に公開されました比較的新しいサービスになります。で、このグランツなんですけれども、どういった構成になっているかと申しますと、科研とか JST プロジェクトデータベースっていうのは、それぞれ単体としてのサービス、データベースとしてありますので、それをグランツの中に取り込みます。それがこのデータ投入っていう赤い矢印の方になります。そこで、必要な科研と JST プロジェクトデータベースの情報を、同時に持つことで、統合検索を可能にしつつ、あと、詳細画面については、それぞれ科研のページですとか、JST プロジェクトデータベースにリンクを貼るというような形の、構成になっております。で、実際にその、グランツのトップページなんですけれども、基本的に、特徴としては、このレコードセットとかっていう、フィールドが設けられておりまして、ちょっと見えにくいかもしれませんが、JST の事業ですとか、科学研究費助成事業、科研費ですね。科研費とか JST の方、プロジェクトなのか、チェックボックスで絞り込みたりもできます。で、実際今度、これはフリーワード DNA の検索結果画面なんですけれども、画面構成は先ほどご説明しました、科研とほぼ同じで、左側にこう絞り込みのファセットがあるっていうような、ことも、同じです。なので、ここでファンディング機関、で、を、先ほど、お話ししてましたように、GST なり科研なりの絞り込みをここでもできます。で、あと、研究課題名をクリックした場合には、GST プロジェクトデータベース科研の詳細画面に表示される、が表示されるので、グランツ本体の中にはその詳細表示画面は持っていないというのが、一つの特徴になります。ということで、一応グランツについては一応説明は以上になりまして、続いて簡単にデータ検索基盤であるサイニーリサーチ。これは NIRDC、滝谷の方からも説明ありましたけど、
コンポーネントでもあるんですけれども、今年の4月から運用開始しております。まあ、特徴としては、研究データと密接する論文や本、博士論文、研究プロジェクトの検索機能と一体化して横断検索を提供するというのが一番大きな特徴です。ただ、最後はちょっと補足になるんですけれども、すでにアナウンスはしておりますけれども、来年4月1日に再任アーティクルズを統合予定です。で、この、現在の研究データ基盤というところで、その NII でリサーチデータクラウド、いわゆる RDC というのも言っておりますけれども、について簡単に説明しますと、まずデータ管理基盤というところがありまして、それから学人 RDM というサービスで、ここで、研究者が研究データを、登録、管理すると。そこから公開してもいい研究データを、データ公開基盤というWeko3 というところにメタデータを提供すると。これはだいたい基幹リポジトリになってたり、基幹リポジトリで運用されています。で、この Weko3 で公開されている研究データのメ、公開した研究メタデータを再任リサーチの方に集約して、再任リサーチの方で研究データの統合検索ができるようになっているというような仕組みになっております。私の方からは以上になります。